相イ雅マ平野紫ラが出演してきた無比、CM キャラが交代、広告業界に散らつくジャニーズ離れの影。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 過去にジャニーズ事務所に所属していたタレントが、小ジャニー北川前社長から受けた性被害について告白し、CM キャラクターに所属タレントを起用してきた企業も選択を迫られている。だが、5月24日付のフミハルオンライン。 スポンサー116社大手広告代理店3社へ緊急アンケートを行ったものの CM キャラクターに時を起用するエアコンクリーニングのユアマイスターが現在のジャニーズ事務所の対応は社会的に見て不足していると考えますと回答したことが目を引く程度で取材に応じた企業のうち過半数が回答を控えますというものだった そんな中、早速決断を下したのが、池田も反動だった。主力商品である、かゆみ虫刺され薬の、無比、シリーズのイメージキャラクターは、2010年から2021年2月まで相馬まさが、その後、キング、リンチェプリンス、の、平野使用が務めていたタップ。ところが、5月末から始まった新 CM のキャラクターとして、白羽の矢が立てられたのは、 NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人で注目されたスターダストプロモーション所属の中川大使だった。10年以上のジャニーズ事務所との関係に終止符を打った格好だ。日韓現代デジタルによれば5月22日をもって金プリを脱退し、 ジャニーズ事務所を退所した平野に代わり、当初はスノーマンのメグロハスや、何わ男子の道江春友が事務所サイドから候補に上がっていたという。池田も反動の決断は、広告業界のジャニーズ離れの始まりなのか。複数の制約会社で顧問を務める、ある医師は、特に制約業界では、池田も反動に続く社が出てもおかしくない、と語る。 現在、ジャニーズタレントを CM に起用している製薬会社は相当数に上っています。確かな効果、信頼性を謳う医薬品の CM で、ある程度の遊び心を加えられるのが、ジャニーズタレントの強みです。アレルギー専用微塩薬の、アレグラ、久光製薬の CM では、嵐の王のサトシさんが宇宙人役で長く出ていました。 スイッチ O, D, C もともとは医師の処方箋が必要だった医薬品、成分配合の薬なのに、ふざけすぎじゃないか、と医師の間でも話題になっていましたよし、しかし、タレントによるイメージ悪化を最も恐れるのも、医療品や製薬分野です。今、アレグラ、和平、セイ。 ジャンプの知念ゆうりさん、元金プリの神宮寺ゆうたさんが、吉高志ゆり子さんと一緒に出ていますが、5月23日に神宮寺さんが事務所を退所しており、池田も反動と構図が似ています。吉高志さん一人になる可能性もあるのではないかと、今後の対応を注目しています。一方、大手広告代理店セールスプロモーション部門の元幹部は、 広告へのジャニーズタレント起用の難しさを語る。広告クリエイターの中には SNS で、ジャニーズタレントの契約更新は難しい、など、内部事情をリークし始めている人も出ています。しかし、今回の件で厄介なのは、クライアントも代理店も、またユーザーも、タレントに責任を問えない点です。事務所には説明責任はありますが、 タレントの仕事を奪うような結果になっていいのか、慎重な判断が求められています。ジャニーズタレントたちにとっても、自らが出演する CM のイメージ悪化は、決して望んでいないはず。そのためにも、事務所の丁寧な対応が待たれる。取材文鈴木流悠悠。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。